これすごく重く感じる。上下で使うとすごい軽く感じる。仙骨がびっくりするんですね。そうするとあのナンバー歩きできなくなっちゃう。もう自由自在、この辺でナンバー、その場でナンバーやればもういくらでもあの技が使えるんですね。ナンバーっていう、まあ、聞いたことないとかあれ勘違いしてる人もいます。あナンバーこういうのあれはどこから来てるんですかね。あれね20年ぐらい前にナンバー紹介した時に、まあ、我々はこうじゃないよって何回も言ってるのよ。ナンバー歩きいうのはそんなロボットみたいに歩くんじゃないんだよ。で右手右足って言ったら右半身をこう出して左半身出していくってある。いや体は肩のラインも腰のラインも体正面向けてるんだよ。でこう使うんだよ。右半身左半身いうのはこう上下に使うんだって。でこう使って歩くって言ってやってるのに、やっぱり右手右足と言われると人間はこうなりがちなんだよね、うんうん、でこれがナンバー歩きでしょうって。これ超こう腰を足出す時に腰出していくのが、まあ、現代ウォーキングの出し方と一緒じゃないって、うん、でそうじゃなくて腰も肩も正面向けてこのまんまでこう使っていくんだって、うん、でそこが簡単にできる簡単にできるっていうので、ただ右手と右足を前に出せば一緒に同時に出せば何倍になってるっていう、それは何倍になってないっていう。こういくわけですけど、ええ、それがこの足が出て反対側が出て反対側が出てだと進まないんですよ。こう同じ方に出ると進むんですけど、で下がる時もこう、まあ、ここちょっと滑るからあれやけど、例えば上半身何も使わないで骨盤だけで行こうと思ったらあんまり進まない。歩く時もそうですけど、歩く時に下半身だけで歩こうと思ったら楽に気持ちよく歩けないわけです。腰のラインと肩のラインが平行で動けば骨盤だけで動くよりも動きが大きくなってくるわけ で、これがナンバでは腰のラインと肩のライン平行で使うんですけど、これを逆に使うとこう全然進まない。左足が出た時に右行って右足が出た時に左手って言うとやるとほとんど進まないです。後ろもこう骨盤と肩のラインを平行で使う。でこれは右手右足一緒に出すっていうのとは全然違う。でこれを立つと骨盤と肩のラインを平行にして使う。こういうふうにして平行にして使うわけです。でこれが誤解されてるのはこう使っていくと、こう使うとものすごく母子球のところに力が入って道理が食い込んでいきます。で体は必ず正面向けて、これで右半身左半身を上下に使う。こう使って、で慣れてくれば手の動きを小さくしてこういくんですけど、この右半身左半身の動きをなぜこう使った方が合理的かというと、その場なんばでこれ足が出た時に反対の手ですね、現代の走り方、この時の感じる体の重さとこれを手と足を上下に右半身左半身を入れ替えると、これはものすごく軽いんです。平坦な時を歩く時は足出した方が腰が下がるんで手も下げる、まあ、これ手を下げるのは胸郭を下げるという。で出した方の上半身を下げる。で階段登る時はこれ逆にこう引き上げていきます。
通は歩く時には出す足、前に出す足を意識するんですけど、出す足はもう意識しないで、後ろになってる足を前に置くだけ、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 置くだけに蹴らないようにねじるのと、現代ウォーキングはこうですから、これは本当ブレーク、ブレーク、ブレークで入るんですよ。それでねじって腰に負担をかけて、ナンバーの場合は置いていく、置いていく、置いていく、置いていくで歩幅は考えないで、これでも遅いことは絶対ないですから、楽に歩けるから気持ちがいいわけです。部分的にどこを使うっていう努力感なしで全身でこう歩いていくわけです。最初こう我々は腕を前後に振って走りなさいねと、これすごく重く感じるんです。これを上下に使うとすごい軽く感じる。体重は変わってないけど、こうやるとものすごく自分の体を重く感じる。こうやると軽く感じる。走るときはこう動いてこう下がっていく、こう動いてこう、走るときはこうなってる。で歩くときはこう足上げてこないですから、前へ運ぶだけですから、こう、つまり、相手の動きを見てから反応するのは、フリーズしてしまうんですね。よくあの剣道でその4つの、視界、心の病、恐怖感とか、驚きとか、じゃあ何が驚くかというと、仙骨がびっくりするんですね。仙骨が固まっちゃうの。そうするとあのナンバー歩きできなくなっちゃうの。あるいはその足さばきできなくなる。例えば横面打ち、横面ああ来たとかそれで止めようとすると、もう完全にフリーズしてるんですね。じゃあその代わりどうしたり、この辺を自由にさせると相手の動きが早めに感じるんですね。あ来たと、そうするともうこれでもう伸ばしてるんですね。つまり衝突してなくてゆとりがあって、こうやって伸ばせるんですね。でこれ以上あの言ってみてください。どうぞ。力入らないです。どうぞ。力入らないですよ、はい、全く。ただこれが正面衝突してれば力、そうテコが入るんですね。でもその先にあの、仙骨がフリーズしちゃってるから、と無駄な動きですね。だからこの辺自由にさせると、あ来たなと、そうするともうこういうあの四方投げとかね、あのできるんですけども、まあ今下が床が硬いですけども、あのゆとり持って見れるんですね、仙骨自由にさせると。で、まあ合気道の創始者、上柴守平吾が、歩けばな技になるという有名な言葉を残してるんですけれども、でもその原型にあるのはもちろんあの、心の落ち着きとかいろんな説明ができるんですけども、まあ、ナンバーに当てはまるとこの、仙骨を自由に使えるんですね。で固まってると、例えば、曲がるのがひねるとか、あるいは縮むとか、そういうの全部無駄の動きの、全く技に使えない。じゃあ正面打ちで来た、もうここに痛いんですね初めから。でもあ手が上がった、あ動かないで、そうすると完全に遅れるわけですね。でも仙骨から動けばもうここにいるわけですね。相手につかまれた手が、手首を持ってると、でここで動かないところ、基本的に相手が強い、これだけ強いと動かないで、動かないところを動かすのは無理だから、でも動かせるのは仙骨さん、もう自由自在に、だから この辺でナンバー、その場でナンバーやればもういくらでもあの技が使えるんですね。
ナンバー歩きと筆運びがよく似てるところあります。筆運びというのは運筆と言います。筆の持ち方や、運び方によって、抑揚または緩急が出る。抑揚というのは、そのまま行くんじゃなくてアクセントをつけたり、時々角度を微妙に変えたり、することです。そして緩急というのは遅いところと速いところがうまくバランスよく交えている様子。筆の運び方ね、こういうのをうまくなればなるほどそういうのは気づくんですね。で、現れてくる。ナンバー歩きもそうです。みんな当たり前に歩くぐらいはできるとか考えなくてもできると思ってるんですけど、実は、足の運び方にも微妙なニュアンスがあって、斜面によって、風景によって、そして、温度とか、体調によってまた全部違うんですね。ですから、ナンバー歩きは自分に、迎える時間にも使えるし、書を書くときも同じ、筆でもって自分に向かい合って、できるんです。そして人間が弱くなるとどうしても、足運びが悪くなる。そして筆、運び、運筆も悪くなる。もうまるで鏡のように映るんです。自分の体の状態、心の状態。で、歩くときに、疲れたときに足を引きずったり、たまには、足が棒になったり、よく大都会で人の歩く姿にいろんな歩き方を見かけますけれども、中にまるでゾンビのように前に進んでいる人もたまに見かけます。まあ、いずれにしてもその自分が歩く時にそうならないように、ちゃんとナンバーで、向かい合って、自分の心と体と対話して、毎日歩いてみてください。